はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜鬼神でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターストーリーズ2、破滅の翼やっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いしまーす。はい。ということで、今回もね、続きからやっていきましょう。で、ちょっとね、武器を新調しようかなと思ってて。パウルム、時間かかりすぎた。やばい、あれは。こいつ、やばいんよ、これ。攻撃力3倍ぐらい違うからね。ってことはさ、レベルアップってよりは、もうこういう攻撃力高いやつをどんどん作っちゃっていった方がいいんじゃないか、みたいな推理をしている。中級鉱石ってなんだ、これ。これ持ってねえぞ、俺。やべえ。ってことは、これ作れねえのか。じゃあ、新しいウルムナイフ。これでも攻撃力倍ぐらいあるもんね。やばいもんね。で、防御力もプラスついてるし、とりあえずね、メイン武器を片手剣ハンマーガンランスにしようと思ってんだよね。で、ハンマーでしょ。ハンマークル、クルペッコの素材が。あー、これクルペッコの素材作れねえな。というか、金がねえな。金がねえっす。クエストもどんどんやっていかないとだね、これ。普通にストーリー進めてるだけじゃさ、金入ってこねえんだよね、このゲーム。もうモンスター倒してもドラクエみたいに金が落ちないので、クエストをどんどんやっていくしかないみたいである。結構いっぱいあるんだけどね。こういうのは生配信とかでやった方がなんかいいかもしんないね。これいくつぐらい受注できるんだろう。もう全部受注しとくか。これいけるかもしんない。全部受注しといて。あ、いけんだ。これでクリアしたやつをどんどんまた再受注していくみたいな。こんな感じでいいかもしれん。ということで、じゃあ、昼から探索行きましょう。よっしゃ、来た。じゃあ今回は、春つがいの岩山へ向かう。あっちに岩山がいっぱい見えるんね。で、道的にはこっちか。こっち行くと、なんだっけ、巨大樹の森だっけ。巨大樹の方に行けて、こっちで春つがいのなんとかね。お、宝箱ある。が、青柱がいる。あ、これあれじゃん。これ、あれ。あ、いけない。やばい。危ねえ。これあれだね。なんだっけ、祠？祠っていうか、古代巣か。古代巣だよね、これ。アルカラの古代巣。おー、こんなとこにあんだ。ちょっと試しに行っちゃっていいかな、俺。おー、来ました。赤い宝箱があるぞ。これはもしや。おう、瓶の王冠、やったぜ。てかさ、ロアルドロスいいんだよね。多分今だと勝てないから、やばいんだよね。おー、どんどん来ました。確かジャギーが報告に入ってたんだよね。なので、ちょっと戦っていきましょうか。ドスジャギーも来たよ。ドスジャギーも来たよ。こいつ、確かドスジャギーがテクニック型だったんだよな。ということは、じゃあパワーで攻めればいいっていうことになるよね。よし。いけ。いいダメージだ。攻撃力ちょっと高くなるだけでだいぶ変わるね。もう一回狙ってくんのか。勝つぜ。よいしょー。で、一回倒したやつって多分ヒットポイント見れるようになるのかな、これ。ランマルのヒットポイントやばいことになってんだけど。やっぱ強えな。レベルを上げるのか、俺の防具を強化するのか、そこのところだよな。まだやるのか。真っ向勝負。いくらやっても一緒だ。じゃんけんが全てなんだ。この世界はじゃんけんが全てなんだ。いくらやってもな、勝てないもんは勝てない。怒り出したぞ。怒り出したらなんだ。力比べ。いいぞ。よーし。これでライドしてしまえばもうこっちのもんではないか。ライド。絆技、いけ。ドスラッシュ。いいね。ドン。よし、倒したか。オッケー。だから逃げ回ってないでさ、なんかこう戦ってレベルをどんどん上げといた方がいいのかもしれないね。多分基礎レベルが低いんだよな。戦闘避けて進んでる部分もあるから。回避能力高めになっちゃってるから。ちょっと戦闘もしっかりやっていった方がいいのかもしれん。クルペッコさんいますね。一回お任せ回復しといて。クルペッコ！こいつはパワーでいけるが、確か武器が打属性だから、アイアンハンマーに変えといて、からの戦う頭部を狙う。よーし。
いいダメージだ。レイギエナ強いな。属性持ち強いのかもしれんな、このゲーム。属性攻撃結構入ってる感あるから。ああ、属性強いね、やっぱり。よし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 、オッケー。倒していく。胴体は打撃属性ダメだから、武器変えて、これ残属性だっけ？全員スピードだからスピードでいってみよう。よっしゃー。コールドブラスター。これは効くぞ。これはクリティカル効くぞ。やばいやばいやばい。すごいダメージだ。いいね。よっしゃ、V 破壊。力比べ。いいよいいよいいよ。オッケー。ヒーリングソング。やばいやばいやばい。なんか回復してるぞ、こいつ。すげえ。え？すごい回復量なんだが。一応、ライドしちゃう？ライドして戦う？パワフルソング。うわ、攻撃力が上げ出したの。やばい。やばいやばいやばい。なんだっけな。テクニックで攻めるか。あー、違う。下ろされちゃう？大丈夫か。まだ大丈夫。パワーでくんなら、スピードだ。スピード勝負だ。回復ナイス。すげえいいダメージだ。よし、決めるぜ。ライト技でドスラッシュ。いけ、よっしゃ、いけ、おら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 。よっしゃ、絆技で遠め、絆フィニッシュ、いいですね。お、青い宝箱があるぞ。俺はどっちから行くんだ。ジャンプ台はあるんだが。ジャンプ台はあるんだが、パウル、あった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 。よしよしよし。こっち来い。よしよしよし、オッケー。青い宝箱はね、なんか結構装備みたいなの入ってること多いから。回復小の5石。そうだね。装備とか入ってていいね。おーおーおー、あれ？ん？ん？青い！アッシュだ、アッシュだ。アッシュはやばいっしょ。それになんか、不意打ち取られた。大丈夫？大丈夫か？よしよしよし。これパワーでくんのか？わかんねえ、これは。パワーできそうだな。じゃあ、スピードで、攻めてあげて、テクニックでくんのか？やべえやべえやべえ。マジで？そりゃ読めん。そりゃ読めん。そして、残属性もあんまり効かないと。なるほどね。ハンマーがなぁ、トツ、ガンランスか。で、テクニックで来るってことはパワーで攻める。よっしゃよっしゃ。オッケー、あ、トツだ、やった。で、そこまで、そこまでじゃないか。そこまでの耐久値はなさそうだな。前回のパウルムの方が強かった。リベンジアイスドリル、何これ。おぉ、強い。すげえ強い。やばいやばいやばい。アッシュ起き上がった。力比べや。うわ、これきつい、これきつい。きつい、やべえ、いかねえ、全然いかねえ。危ねえ。怒り雑誌を気をつけろ。これパワーでくんな、多分な。お、討伐完了。やったぜ。毒でやったか。B 農家入手。あ、卵か。ヤンクックアッシュの卵欲しい。これか？あ、卵なくなっちゃった。これか？これなんか、新しい色だな、この卵。燃える潮流の卵を手に入れた。これアッシュの卵じゃん。すげえ、色違いモンスターゲットしたわ。で、あっちか。岩山に向かうんだな。どうやって行くんだ？これ、岩砕きないといけないとかある。なんかありそうだな。別の道から？あ、なるほど。どうやって行くんだ？こっちじゃないってことは、あっちか？うおー、アッシュいた。普通にアッシュがいるんだ、この世界。すげえな。アルカラの、読めねえ。読めねえ。すごい、あれだね。景色すごいね。うわ、宝箱あんだけど、どうやって行くんだろう、それ。あ、ジャギノスもいるな。すごいな。いや、久しぶりにね、ドスジャギーとか、そういう昔のモンスター見れてよかったわ。お、なんか来た。
久しぶりだな。レドと来たことがある。あ、そうなんだ。レドじいちゃんと来たのか。まだレドと出会って間もない頃だ。おう、その話聞かせてくれよ。ライダーさんも聞きたいよな。幼い頃からレドは村のこの人語るね。いつも誰かがいた。おう、誰もがレドに興味を示していた。なのにあいつは興味を持たない俺の後ばかりつけてきた。おう。アルマ、置いてかないでよ。ついてくるな。お前がいるとアイルーやらいろんな奴らがついてきて煩わしい。待ってても。おう、いった。お、モンスター。おー、バサルモス。あ、これ煙玉か。こっちだ。おお。モンスターが擬態していたんだ。アルマ。何をする？アルマ、ありがとう。ありがとう。だってアルマに助けてもらったから。全然変わってないな、この人。すごい、龍神族の寿命はすごいですね。助けてもらったら感謝するのが当たり前だろう。おう、俺はただモンスターを追い払っただけだ。アルマは本当に変わったやつだな。さっさと擬態してるやつを見つけるぞ。よし。僕の岩場にモンスターが隠れているかもしれない。岩を選んで調べるぞ。なるほどね。そういうフェーズね。で、猫タグスタンド。いいね。これなんか、ちょっとね、操作がね、あれないよ。あー、いっぱい岩ある。あ、鉄かぶらいいね。石ころ入手。あ、こうやって、鉄鉱石。いいね。鉄かぶらがいる。あ、これか？それはなんだか変な形の岩だな。どれどれ、座り心地はどうだ。やめろ、お前やめろ。待て、座らない方がいい。よし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 。あー、お前き話聞け、話聞け。やばい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 。お、ああ、お前やめろ。お前のせいで起きちゃったじゃないか。よっしゃ、ライドオンの時間だぜ。バサルモスは硬いぞ。打撃属性で攻めるといいだろう。なるほど。ライダーさん、ハンマーが狩猟部位の出番だ。ハンマー持ってますよ。ハンマー持ってますよ。で、こいつなんだろう、アタックで来るかな、パワーで来るかな。これスピードで一回殴ってみて。いや、確実にスピードではないよな、多分。あ、テクニックか。ってことはパワー型のやつをやればいいと。いや、アルマさんやばいよそれ。こういうあのパートナーが確実にやられるやつってどうやって回避したらいいんだろう。まあそこまでダメージじゃなかったみたいで。てか硬いぞって。ちょっと待って、おかしいんだけど。あの、全然減ってないんだけど、体力やばくないか俺。マジ言ってるこれ。で、お供にちょっと変えてさ、ダブルアタック狙っていきましょう。行くぞファンタ君、ダブルアタックだ。よいしょー、いいね。いや、これはまずいですね。全然体力減らないんだが、大丈夫かこれ。貯めてもらって、エールをやって、で、コールドブラストが強くなると。うん、若干上がったね。フリーズバースト。これで、トンズラ？逃げた。あ、いいのか。あ、逃げられたって。
これはそういうイベントだったのか。へえ。岩に擬態したモンスターはやはりバサモスだったな。また村人を襲わないか心配だ。きっとまた岩に擬態してるぞ。怪しいところを調査しようぜ。ということで、鉄カブラがいっぱいいる。っていうか、鉄カブラこれ、カラーかっこいいな。アニメ調の鉄カブラ結構色綺麗に出てていいですね。よし、この辺りの岩から調査しようぜ。なるほど。擬態したバサモスは普通の岩とはどこが違うはずだ。調査する際に注意しろと。あれ？これか？違うな。あー、わかった、わかったぞ。そういうことな。やっぱりそうだ。気をつけろ、何か来るぞ。あ。あー、やばい。その距離で突進はきついわ。不意打ちだ。げ、後ろ取られた。いや、回復しといてよかった。で、またテクニックで来るよな。ってことは、あー勝て、すげえ勝て、全員パワーだな。じゃあオトモン変えてファンタ君でパワーしてもらおう。よいしょ、シンクロパワー、いいね。おお、いいダメージだ。だけど勝てんだよな、全然倒せる気がしないんだが。何ターンかかんだこれ。40ターンぐらいかかりそうなんだが。スキルで、ここは無心山パワー行ってみようか。よいしょ。お、いいね。いいダメージだ。ライドオン。おお、見れるのか。いや、これはパワーだな。アイスクルリージョン。これかっこよすぎるな。あー、決まった。トンズラまた逃げるか。ああ、もうでかい図体して逃げるなんて。いや、マジか。これなんかのイベントで倒せんのかこれ。逃がしたか。またどこかに擬態してるはずだ。あ、猫タクスタンドまたあるじゃん。いいね。よし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 。擬態してるけど宝箱欲しいな。見るからに怪しい岩場だなって。お、え、何あれ、え、ティガレックスいいんだけど。さすがにきついだろ。宝箱取ろに取りに行こうとしたら。やばかった。さて、あ、そっちにも宝箱あんじゃん。解毒薬。どれだ、あ、これか、これだな。見つけたぞー。来た。バックアタック。お、これは狙えるかもしれん。もう逃がさないからな、覚悟しろよ。さて、これは、これパワーでいっちゃっていいのか、俺。おう、尻尾とかいっぱい選べる。尻尾いけるか、これ。勝てえな。翼柔らかそう。硬いのは腹部の表面で体内柔らかい。表面を破壊してしまえば武器も有効になる。なるほど。部位破壊したら肉質が変わるのか。ということは、武器を持ち替えて、アイアンハンマーで腹部を狙うのか。で、オトモン、それはダメだよ。それはね、負けちゃうから、ファンタ君に直して。ファンタ君使いやすいな。で、腹部。腹部はどれだ？あ、これか。さっきよりダメージ通るんじゃね？よいしょー。おお、さっきよりダメージ通る。やったね。ゴールドブラスト行ったれ。タル爆弾を使うといい。肉質に関係なくダメージを与えられる。タル爆弾の、お、3個受け取った。ということはアイテムで、どれよ。タル爆弾。おお、タル爆弾。腹部。安定の破壊力。うわー、すげえダメージ。これ樽爆弾いいな。もう一回使おう。安定の破壊力いいねー。みんなを毒にする気だぞ。おーっとー、やられた。やばいやばい。ハートが、ハートがあと1しかねえぞ。放射頼む。よーっしゃ、V 破壊オッケー。
OK。やばいねこれ。おい嘘だろそんな。守れなかった。うわあ。マジか。マジか強えな。やべえぞ。続きからいけんのかな。猫タクリスト、アルツガイの山奥。いやまあハートも満タンじゃなかったからな。っていう言い訳は通用するのかこれ。結構強いけど。もう一戦してみよう。で、いけなかったら、レベル上げよう。いけなかったら、レベルを上げる回を作んなければなる。よしよしよし。で、これで不意打ちをしていく。バックアタック。いいね。よし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 。よっしゃ、たる、たる。オトモン変えよう、これ。オトモンファンタ君にしよう。んで、俺はアイテムで、たる爆弾を当てると。あ、これ何回もやるとさ、何回も失敗すると樽爆弾増えてくんじゃね。なんか今4つになってたんだけど、死んだ時さっき残り1個だったから。っていうことはなんかイベントでいっぱい樽爆弾もらえそうだな。これこれはこれパワー攻撃でカウンターしていって、まあ絆を貯めつつまあ削ると。だから大樽爆弾腹部に当てて、これで V 破壊 OK。 これはねパワーで来るからスピードなんだよな。だからその前に回復するか。薬草で十分だ。いいよ、いいね。クリティカル、フリーズバースト、力比べ。おーっとこれは強いよ。よし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 、いいね、押し切ったぞ。これライドオンしちゃってもいいかもしれんな。からのスピード攻撃でこれ絆貯めるか。真っ向勝負、いいね。クリティカル、よっしゃ、じゃあ絆技で攻めるぜ。ワイルドドライブ、よっしゃー。怒りが収まったから次はパワーで攻める。ダブルアクション、よいしょ。ためゲージがメテオハンマー、いってみようか。これ強いんじゃないか。メテオハンマーダーン。うーん、そこまで出なかったか。そこまでのダメージではないな。これは勝てる。よいしょ、 V 破壊成功、落とし物、いいね。これライドだろ、で絆技だろ。これはそうだろ。よっしゃ来た、わーいいね、絆フィニッシュ、大成功。これで安心な、間違い探しの時間もおしまいだ。お、すげえ、すげえ、剣ケッチギア、ゲットできた。アンストパブル。なんだこれや。おー。岩流か。岩流の装備、なんか、防御力高そうだな。ふい、危ないところだったな、ライダーさん。そうだね、やばいね。腕を上げているな。あざす。モンスターの正体を突き止めたことだし、さすがにライダーさんの実力を認めるんじゃないか。さあ、早く方向に戻ろうぜ。やったぜ。おーし。で、村長に話しかけて、行きましょうか。チョロー。チョロー、ゼラード様、ただいま戻りました。よーし。モンスターの正体は？岩に擬態してたのはバサルモスだったぞ。おう。確かか。確かだ。これでライダーさんの実力が分かっただろ？おう。俺も同行しましたが、突き止めたのは彼らです。よし。ライダーとしてということであれば、彼らは十分に役目を果たしました。よっしゃ。どうした？アルマの言うことに嘘はないと思われます。長老、よろしいのでは？ああ。気が満ちたか。満ちたか。やったな、ライダー
お。伝承の儀はモンスターに眠る力を目覚めさせる秘宝だ。なんだそれは、それは知りたいぞ。モンスターの絆を合わせることで。おお。力を目覚めさせることができる。2体。なるほど。実践すると学びも早い。厩舎へ来い。はい。ということでちょっとね尺的にあの動画の時間的にあれなので一旦ここで区切ろうかなと思います。すげえ伝承の儀が気になりすぎるわ。はい、次回ね伝承の儀早速やっていこうと思うのでお見逃しなくということで、ということで今回こんな感じで終わろうかなと思います。この動画良かったらぜひチャンネル登録高評価励みになりますんでよろしくお願いします。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。